刻め。逃しはしないわ。必ず追い詰める。頼む。分かった。やった。救援要請あっちね。ありがたいぜ。あっちに強い巨人がいるのかな。死ね。任せるぜ。分かった。覚悟しろ。ハンジさん、頼みました。分かったよ。すまないな。私は君にいつも助けられている。役に立てて何よりだけど、あまり無茶はしないでほしい。調子がいいようだな。死に刻め。ほらどうした。死んどけ。やった。死ね。やった。巨人に追い詰められてるみたいだ。誰かこっちを手伝え。やった。ほらどうした。やった。覚悟しろ。やりー。足りない。戦いは俺の役目なんだから。いや、たまにはいいさ。腕がなまってしまうからな。
戦いを見た時みたいだ。覚悟しろ。邪魔、見やがれ。やった。やった。死ね。悪くなかった。もう新兵扱いする必要はねえな。やった。やった。死に刻め。ほら、どうした。もっと刻んでやるよ。やった。ほら、どうした。助かる。分かればいいだけの話さ。やった。死ね。やれ。
いいようだな。
とカンジさん頼みました。了解。体勢覚悟しろ。任せるぜ。了解。頼む。はーい。死ね。巨人のみんな、今会いに行くからね。分かってます。行きましょう。次だ。あっちに強い巨人がいるのかな。邪魔、見やがれ。ぶっ殺す。やり。やり。死んどけ。覚悟しろ。次だ。よっさ。覚悟しろ。わかったよ。やはぁ切り刻め。お前に世話を焼かれるとはな。気にしないでよ、リヴァイ。それにたまにはこういうのもいいんじゃない。ほら、どうした。やり。救援要請か。無視はできねえな。死んどけ。やった。覚悟しろ。邪魔、見やがれ。なるもんだ。切り刻め。ほら、どうした。誰か応援を頼む。すまないな、
私は君にいつも助けられている。役に立てて何よりだけど、あまり無茶はしないでほしいよ。死ね。逃がすわけにはいかない。追撃しろ。死んどけ。ぶっ殺す。エルヴィン団長、頼みました。ああ、承知した。あの巨人は新兵の手に余り、やるか。やった任せるぜ。
会えて嬉しい。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたのか。まあいい、俺からの指導は今日で終わりだ。だが最後に一つお前に尋ねて。お前はなぜ命を張ってまで巨人に挑む。なるほどな、お前の怒りは間違ってね。だが壁の外は地獄のような世界だ。それでもお前はその目的のために戦うのか。俺はこれまでに死んでいった仲間に何度となく誓ってきた。必ず巨人を絶滅させると。俺にはあいつらが命を落としてやろうとしたことを果たす義務がある。お前も同じだ。戦場で生き延びた奴の命はもうそいつだけのものじゃねえ。死んでいった奴らの思いを、お前の命を無駄にはするな。新兵には荷が重いだろうがな、頭の隅にでも留めておけ。お前らへの指導は今日で終わりだが、何かあれば暇を見て手を貸してやってもいい。せいぜい今後も訓練に励め。死なねえようにな。何か食い物は。
フに勝利す。
休息も兵士の仕事だ。引き受ける。またいつでも来い。何か提案があるのか。
意見があればいつでも。やるぞ。今日はどうするの？まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。やった。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。ああ、いい、及第点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ジャン。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。たとえ訓練、エレンを一人にはできない。やった。やった。
中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。なんだあの縁談は。やった動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。